俺は不倫なんかしてないです。あ、まあいきなりなんですけど、うん、なぜこういうことになったかっていうと、うん、僕らインスタとかツイッターとかもやってるんですけども、うん、そこでメッセージが届いたんですね、うん、本当はちょっと出すのどうしようかなって言って、まあなんかこういうのって誰も得しないし、うん、などうかなって思ったんですけど、まあでも出しました。こういうことがあったよっていうことを共有したくて。そうね。で、僕、その結構目撃されること多いじゃない。まあ。あのね。そうね。なんか直接は言われないんだけど、あそこにいましたよね、みたいなことが結構多くて、うん、今回も、まあそれに似た類ではあるんですけど、なんか違う人と歩いてましたね、とかね。うん、大丈夫ですかみたいな。どういうこととか思ったりしたの、正直。うんうん、だから、俺もその寮以外に、と歩くことはある。それはさ、みんなそうでしょ、付き合ってる人以外とさ、うん、あるでしょそれは、うん、だからまあって思って、だからそういうことがあったよっていうお話。まあその今回どういうのが来たかというと、うん、新宿でなんだけど、新宿でこの人なんか違う人と歩いてましたよねみたいな、うんうん、見かけました、うん、いついつみたいなね。そうで俺実際、うん、いなかったのよ。そう。だってさ、その日ね、一緒にいたもんね。うん。全然多分違う人？うん。似てたんだろうね。うん。でもね、たださ、このご時世さ、マスクしてるじゃない、みんな。まあ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 。で、それでさ、まあそれを特定するのって、ちょっと、よっぽど特徴なきゃ、うん。難しいだろうなとも思ってて、うん、まあでも俺結構まあ、顔が濃いから、うん。わかる人にはわかるかもしれないんだけど、うん、まあでも違うんだよっていうこと？うん。うん、まあでもマスクしててもね、わかる人はわかるわ、ね、かるわかる、うん、わかるかもしれないけど、でもでもまあでもあんまいい気分ではないなまあそうだよね、思います。うん、うん、実際になんかそれで知らせてほしくないかも俺は。そうだよ、ね、なんか自分がさ、なんかそういうのをさ、うん、実際見ちゃったらさ、うん、ちょっとあれだけど、うん、周りからなんか言われるのってなんか嫌じゃない。そうだ、ね、違う人と一緒にいたの見たんですけどとかさ。今その SNS は、うん、まあ、インスタとツイッターをがあるんですけども、うんうんうん、それを両方とも僕ら二人で見てるやつなので、僕一人個人のやつっていうのは今はないんですね。うん、なので、まあ、連絡取るツールとしては、まあ、それかあとは、まあ、Gmail とかで取れるとは思うんですけど、うん、ね、どうなんかなぁとは思う。そうだね、うん。というわけで今回は、美味しい明太もつ鍋を食べてます。お食べてますじゃん。これから食べます。やったー、ありがとう。何よ。なんかそういうのに負けないぞ、今。あ大事大事。だってさ、うん、お互いに信頼し合ってるからさ。うん、そうなんだよね、うん。別に、多少ね、そういうので来たとしても、うん、そんなに気にはしないけど、あ、でも本当にさ、たまたま友達と一緒にいるとかさ、うん、俺もつーちゃんとさ、よく一緒に遊んだりとかするから、二、うん、人で遊んだりとかすることもあるし、うん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 、いやそれをさ、うん、あの、しょうちゃんにさ、まあ、インスタとかツイッターとかの DM とかでさ、二、うん、人だけで言いましたよとか言われても、みたいな、やっぱ感じでも思っちゃうしね。まあ、翔太は翔太の付き合いがあるから、でも大体出かけるときはさ、お互いどこどこ行くとかさ、うん、誰とどこ行くとか言ってるじゃん。そうだよね。うん、まあ食べたいな。はい、食べよう。食べよう。すごくないこれ。ね、美味しそう。美味しそう。美味しそう。もうそろいいかな。もつもだいぶ火が通った感じがするよね。うん。あんまね、しすぎると硬くなるから。確かにね。食べてみて。いいかな。ほら、まあ、いけると思う。全然いけると思う。じゃまずね、明太子をまず崩す前の。うん。ちょっと辛いかもしれない。唐辛子追加で入れたから。はいはいはい。いただきまーす。あー、プリプリ。これも食べたー。うん。うん。美味しい？まあ。いただきます。うん。美味しいね。うん。美味しいねー。終了。なんかそのさ、ネット上の人ってさ、うん、顔が見えなかったりしてる人も多いしさ、うん、名前も違うしさ、うん、特定しづらいからさ、結構さ、YouTube のコメントの中とかでもさ、争ってる人が多かったりすると思うの、強気で、うんうんうん。なんかあんまいい気はしないだろうね。うんうん、ただね、うちらはとしてはさ、ね、せっかく動画作ってるからさ、うん、楽しんで見てくれればいいなって思ってるだけなんだけどね。うんうん、多分 YouTube とかさ、うん、まあ、YouTube だけじゃなくてもさ、うん、なんか TikToker だったりさ、はい、Instagramer さんだったりとかさ、うん、YouTuber さんとかさ、うん、いろいろまあ発信してる人みんなそうだと思うんだよね、大体。いや、それにやっぱりさ、うん、負けちゃう人たちがいるわけじゃん、芸能人とかもそうだけどさ。そうだね。俺らは割と全然、
気にしない方だよね、多分。まあそうだね。気にしてないかも。うん、基本。なんか。あ、まあでも気にするっちゃ気にするけど。気にするけど、うん、まあ、あんま心にずさとかはならないかも。うん。うん。まあいろんな人がいると思ってね。うん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 。そうだね。いろんな人いるんだ、うん。なんかその人にもいろいろ抱えてることはあるんだろうなとは思ってる。まあそうだよね。うん、でも、まあかといってね。だからといって、そういう、やってはいいことではないとは思う。かといって。どう？明太子。まだ食べてない。ほんと？食べてみて。崩したん？崩したよ。崩してる。うん。どう？俺も一個食べていい？うん。美味しい。うわぁ！うん。美味しい？美味しい。うまい。やばい、うまい。美味しいね。うん。うん、ひょにょ。じゃあさ、うちらのさ、うん、仲いいところをさ、見せつけてあげよう。見せつけるの。言い方。じゃあ枝豆食べる。食べる。食べる。うん。美味しい。うん。ああ。美味しい鍋。うん。鍋いいよね。この時期。美味しい。うん。いや、もう鍋の季節だよね。うん。俺が、夫婦してあげよう。うん。見て。じゃあ、入れてあげる。わあ、豆腐熱いだろうな。熱そうな。熱そうな。豆腐を。うん。いいよ。食べさせてあげよう。いいよ。夫婦してね。もつも入れる。ああ、食べる。うん。いや。あ、こう。ちょっと小さめにしようかな。うん。怖い。怖いよ。熱いよ。うん。怖い。あーもうほんとや。はい。どう？うん。美味しい。うん。ね、マジでうまい。美味しい。まあそんなこんなで。うん。いろいろあるけども。うん。まあ案外気にしないんだけども。うん。まあそういうのが減って行った方がいいんだろうなとは思うね。そうね。うん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 。ひょにょ。はい、というわけでですね、はい、今回は美味しいもつ鍋を食べながらちょっと真面目な話をさせていただきました、うん、はい。まあこれからもですね、僕たちは仲良く楽しく動画を作っていきますので、はい、一緒にですね楽しく見てくれるっていう方はチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。見せつけてやろうぜ。うわ見せつけてやろうぜ。